はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、足をね、細くする方法とか、あと、股関節をですね、この可動域を上げる方法ってことでちょっとね、こうお伝えしたいと思います。で、例えばですね、股関節はいつもね、硬くて、もうどうやってこうほぐしていいかとか、動かし、どうやったらね、この可動域上がるのかって結構悩まれてる、ね、方も結構多いと思うんですけれど、そのためはね、ちょっとこう誰でもね、ちょっと簡単にできる、ただちょっときついっていう方法をお伝えしたいと思います。で、今日はね、立ったりとかやらないので、ただ寝ながらね、例えば夜寝る前にこうやってもらうとかいうのでも全然構いませんので、ぜひですね、やってみてください、はい。で、まずですね、ちょっとこう寝てみますね。寝てみます。で、寝た時にですね、手をね、ちょっとこう前に天井にこう、はい、天井にこう天井を押すような感じにしてみましょう。で、親指こう内側に入れたり、小指外側にしたり、こうちょっとこうしてみますね、はい。で、はい、で、小指外側にしたらですね、ちょっとここで丸太を抱えるようにちょっとしてみます。で、そのままね、右の足を左の足に乗せてみますね、横から。で、このままですね、ゆっくりこう上下にしてみてください。こう上下上下で、必ずですね、この足の裏をね、床から離さない、床っていうか足からね、左の足から離さないようにしてます。で、必ずかかとからちょっとこう離れるとき離れますんで、かかとが離れたなと思ったら下に下ろしていくって感じ、足の方で、ね、下ろしていくってことをこうちょっとこうしてみてください、はい。で、こういうふうにね、こうちょっとこうしています、はい。で、かなりちょっときついんですよね、やっていくとかなりきついんですけど、かかとは必ず、かかとつま、足の裏はね、必ずこの左の足から、ね、離れないところでこうちょっとやってみてください。上下、上下、はい。で、離れてしまったら、また下に下ろして、はい。くっつけながら、一時一時とやっていきます、はい。で、どこまでやるんだって言ったらですね、つま先がですね、膝の上まで来るような感じ。になるようになったら、こう股関節が、ね、開いてますんで、やめてみてください、はい。今度逆やってみますね。左の足をこう1、2、1、左の足を1、2、1、ちょっとしてみますよ、はい。で、つま先が膝の上の方まで来るような感じでこうして、辛くなければもうちょっとね、やめてみてください。で、こういうのをね、ちょっとこうしてみます、はい、はい。で、これすごくね、初めて僕の感想なんですけど、教えてもらって、ね、やった時にすごくですね、楽にね、開脚がこうできるように、少し楽に開脚ができるようにこうなってきてるんですよ。なので例えばね、膝、ここの股関節がね、ちょっとこういつも開脚できなくて悩んでるなって方は、この方法で取り入れてあげられるとすごくいいと思いますし、で、なんか少しね、足がね、この内側の、ね、筋肉を使うんですけれど、そうするとですね、足がね、ちょっとこう締まってるようなね、締まるような感覚がこうやり続けてくると出てくるんで、僕のね、体験なんですけど、ぜひね、やってみていただければと思います、はい。今日もありがとうございます。